久しぶりに来ちゃいましたね。あ、来たね。めっちゃ気合入ってるやん。誰もよ、お前。まあまあまあ、ちょっと落ち着いてください。挨拶行きましょう。おい、行こうか。どうも、リーブルサッカー部です。はい、ということでですね、いやいや、こちらの背景見てください。かっこいいね、なんかこの絵。見たことあるでしょ。あるよ。僕ら今回で2回目なんですけれども、なんとこちらレジェンドスポーツヒーローズさんに2回目撮影許可いただいてきました。よっ、やめよお前、恥ずかしいからやめよお前。恥ずかしいで誰も見てるな。見てるやんお前。全員が見てるわ。あ、全員見てねえわ。一組だけやん。前回はあの立川店さんにお邪魔して AI キーパーと初めて対決するって動画だったと思うんですけれども、今回はですね、幕張のレジェンドスポーツヒーローズさんにお邪魔しまして、前回勝てなかったの覚えてます？覚えとるよ。めちゃくちゃ強いやん。めっちゃ強いんだ AI キーパーで。結局僕らは勝てないまま終わったじゃないですか。ああ、今日はですね、AI キーパーに PK 対決勝てるまで帰れません。うわー、やば。勝てるまで、大丈夫、勝てる。俺がマジで本当自信やん。何やこれ。これやったら勝てるもん。嘘つけよお前。で最後君がヨガ歌えば勝てるから。いや、やめろやめろ、なんか暗いなんか。今日はもう勝てるまで帰れませんから。やばくない？いや、ただ前回ほらフリーキック対決やったじゃないですか。ああ、今回 PK なんで。 PK のみ。 PK のみ。勝てるまで帰れないんで、お店がもう10時までなんですけど、もう勝てるまで帰れないってことはもうこの店に座ります。やばくない？超迷惑じゃね。迷惑かけてもいます。ああ頼むぞお前、マジで。まあ、今日は俺主役でしょ、どうせ。今日じゃないか、ずっと俺主役か。黙るお前。誰がお前スタッフやわ。ということで早速もう時間も来ているんで、ああ行きましょうか。行こうか。あ、キックオフ。キックオフ。これで認証してゲームを始めるんですよ。ちょっと一回認証しますね。どうやって認証するの？いや、ここやろ。ここやろ。お前分かっとらんやん全然。で今回は、まあ、普段だったらこのフリーキックモードで AI と対決することもできるんですけど、今日の企画は PK なんで PK でいきます。はい、AI と戦うんでこちらで。じゃあカズ君いきましょう、先行。いいや、カズ君じゃあ先行で。オッケー。おっ、こんにちは。こいつマジ強いから。終わりを蹴ってください。頼むよ。おい、なんということでしょう。完全に下がりました。読まれていました。じゃあ頭を抱えています。いやいや、お前何やって。俺やろ。はい、シュートのショットが速いほどゴールの確率が高くなります。あー、スパッタ強いのは分かるけど、ああ、いくらなんでもこれは強い。黙る。結局さ、クリアするのってスーパースター。誰に拍手してんのお前。どうただ力任せに打つ、それはバカがやること。
俺に言ったんかお前が。連絡してください。こっちですよ、こっちです、後ろでね、こっちです。ボールを正確な位置にセットしてください。おい、ボールを蹴ってください。いや、もうゴールの悲劇やんか、お前。コストが早いほど、ゴールの確率が高くなります。止めました、止めました、止めましたね。わーい、絶妙の瞬間、エリオスです。ゴールです。スタジアムの揺れています。なんや、あのパフォーマンス、キモい、キモいよ、このパフォーマンス。ボールを蹴ってください。みんなの目で見てくれ、俺がレジェンドになる瞬間。ボール汚れるもん。レジェンドになる緊張の瞬間です。カズくん、弱点分かっただろ。分かった、余裕。ゴールキーパー、潜在予測ができません。とても感性の高いシュートでした。ゴール、ゴール、シュート、ゴールキーパーも、とてもスマート。レジェンドはあの攻略法が通じない。写真原稿で4つにパネルを入れるとスタート。決めろよ。じゃあ、あと任せちゃう。ああ、ああ任せろって。ああ、もう弱点分かったから。やっぱ俺の睨んでる通りだったから。これ迷うのが、四隅を狙った方がいいのか。最も重要な瞬間です。しました。これぐらいでいい。ゴールお願いします。あ、大丈夫、勝っちゃっても大丈夫。あ、もう見せば大丈夫。ぜひ蹴ってください。
られた、やばい。で最後もコースパーフェクト、いい試合を見せてくれました。ここまでレジェンドサッカーでした。うわ、2位、1位と何が違うのこれ。分かんない。歴代2位、歴代2位になれました。すごい、ちゃんと最後宣言通りのコースだから。ああああ、